血明子ってご存知ですか？血明器。血明子。血明器。血明子。血明子。はい。血明子ってご存知ですか？何血明子なの？聞いたことあんな。聞いたことあるね。血明子ってなんだっけ？石？ではねえんだよな。何それ？ね、あの血明子ってわかる？聞いてんな、家で聞いてんな。血明子。ねえ、あの聞いてる？あの。お父さん、血明子って聞いたことあります？何？血明子。血明子。石、はい。そんな石、石ですやろ？血明子、聞いたことあります。エーベックスに移籍するんですけど。そうなんですか。どう思いますか？エーベックスって何ですか？血明子ってご存知ですか？わかりませんね。これが彼らの曲です。非常にいいですよ。嘘ついてないですか？え、嘘ついてないですか？うん、バッチリです。血明子って知らない。これたち、あの今度会社を辞めて新しい会社に入るんですけど、夏祭り来てあれしたらいいんや。夏祭り来てくださいって言ってみましょうか。もう今度ええわ。血明子聞いたことありますか？聞いたことねえな。わかんねえ。血明子だか何明子だかわかんねえや。ばあちゃん、血明子なんつう歌詞知ってっかよ。血明子がですね、今度あのレコード会社を変わることになったんですよ。移籍してもいいとは思いますけども、でも移籍してからあんまりうまくいったっていうのはあんまり聞かないからね。血明子ってご存知ですか？血明子。はい。医師。血明子ってまず第一に魚の名前ではないと、医師かなと、イコールそのまあ化石のような。血明子って知ってますか？血を見せて名刺交換して。血を見せ。血明さんに、メッセージをお願いします。血を見せないでください。血明子だと何このグループ何？レコード会社が移籍することになりました。うん、あら、あ、そう。あ、そう。どこへ移籍するの？エイベックスです。ほー、エイベックス。何それ。エイベックストラス。